はい、皆さんこんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論からはい。2時間足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中一目金衡表トレンドは出ておりません。ストーキャスティックス強い買いシグナルが点灯ということで、はい、2時間足、足ベース底堅い動きと見ております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、二時間足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線下落しております。そんなロウソクく足はと言いますと、はい、21本移動平均線上抜けトライ中ということで、二時間足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中です。はい、二時間足ストキャスティックス、買いシグナルが点灯、さらには赤いラインの %D、あとは青いラインのスロー D ですね。二つのラインが鋭角に上昇、現在強い買いシグナルが点灯中ということです。はい、続きまして、二時間足1目均衡表です。形状から言う とまあ、トレンドレスの形状ということです。はい、それでは本日ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、サ, <coughs> サポートラインは92円の50レベル92円の50レベルと考えております。続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは93円の50レベル93円の50レベルと考えております。 はい、本日、ロンドン市場の予想レンジ92円の5万レベルから93円の50レベルということです。ポイント、中国株式市場 堅調、ショートカバー優勢ということで、はい、本日5ドル円ですね、アジア時間中央株式市場が堅調に推移,し推移したということで、公益関係の深い5ドル円は買い戻しが優勢となっております。ショートカバーが優勢ということです。はい、オーストラリアドル円チャート形状的に言いますと、二次間足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中一も均衡、表はトレンドレス状態、ストーキャスティックスはかなり強い買いシグナルが現在点灯中ということで、本日ロンドン市 以上におきましては、底堅い動きと考えております。最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。